ブルマスティフは、イギリスのイングランド原産のマスティフ犬種の一つである。ブルマスティフと表記することもある。1860年代頃に作出が始められたガードドッグである。オールドイングリッシュブルドッグとイングリッシュマスティフを交配させて作出された。しかし、初めのうちは、品種として固定されておらず、ただの交雑種に過ぎなかった。 純血種としての繁殖が開始されたのは1924年のことで、イングリッシュマスティフとオールドイングリッシュブルドッグを交配させた一世代交雑犬を、再びイングリッシュマスティフと戻し交配させて生まれた個体同士を交配していくことで種として固定された。ブルマスティフの使液は、農場、狩猟場、敷地を管理して不審者や密猟者を捉えることである。 イングリッシュマスティフの力強さと、オールドイングリッシュブルドッグの粘毛性、顎の強さを活かして侵入者に飛びかかって取り押さえた。ブルマスティフは侵入者を殺傷することはせず、主人が到着するまでしっかりと確保し続けるのが使命である。元は夜間のガードドッグとして働くため、毛色は暗闇に溶け込めるように黒色系のものが多かったが、密漁者などが減るとともに、 家庭犬として受け入れられるにつれて、名色系も人気となっていった。現在は、名色系の毛色の犬の方が多数派になり、伝統的な黒色系の毛色の犬は国ずかであるが、最近は見直されつつある。第二次世界大戦が起こった際には、軍用犬として用いられ、難なく生き残ることができた。戦後は希少化して、絶滅寸前になった先祖。 イングリッシュマスティフを絶滅から救うためにそれと交配させて地を化し復興に役立てられた。頭数の回復後は戻し交配などによって本種の地はイングリッシュマスティフから取り除かれた。現在では実用犬からショードッグ、さらにはペットとして世界的な人気を持っている。日本でもブリーディングがなされている。毎年国内で 子犬が生まれて純血死登録が行われていて、2009年度の国内登録等数順位は134位中105位であったが、最近は大型家庭犬としてじわじわとであるが注目を浴び始めているようである。その名の通り、外見は40%がオールドイングリッシュブルドッグ、60%がイングリッシュマスティフである。作出目的から一般に言われる、 ブルドッグの顔を持ったマスティフではない。頭部が大きく、その額には緊張時には深いシワができる。マズルは短く、顎の力はオールドイングリッシュブルドッグ譲りで強靭であり、一度不審者に噛みつくとなかなか離さないが、現在では特別な訓練をしない限り攻撃性はなく、世界中のブリーダーの努力の結果、血統からも凶暴性は排除されている。 全身の力は、イングリッシュマスティフ譲りで強い。耳は垂れ耳、尾は太いたレを。首は大きな頭部を支えるために太く、胸は広い。筋骨隆々の体つきをしていてたくましい。シワが寄った部分は引っ張ると伸びて、他の犬に噛まれたり、牛の角に疲れたりなどした時にダメージを軽減する、役割を果たす。足は長く太く、丈夫なので体格は、大きいがある程度の距離は、 走り回ることも可能である。コートは硬いスムースコートで、毛色はフォーン、イザベラ、グレー、ブラック、ブリンドルなどの単色で、ブラック以外の単色の場合は、マズルや顔、耳に黒いマーキングが入る。また、これに加えて胸腹部などに小さなホワイトのマーイングが入ることもある。なお、ごく稀に薄いブルーの毛色のブルマスティフも生まれるが、この毛色は本種における、 体職系の毛色であると定義されており、ードッグやブリーディングストックとして使うことは好ましくない。これは体職系の毛色の犬同士を交配させると、アルビノ犬の誕生率が高くなり、障害を抱え得た子犬が生まれてしまう危険性が高まるからである。なお、体職系の毛色であれ、ペットとして飼育するには全く問題はない。また、ブルーの毛色の犬全てが、 体色系の毛色であるというわけではないことに、改めて注意すること。体高はオス64から69センチメートル、メス61から66センチメートルで、体重はオス50から59キログラム、メス45から54キログラム、41から50キログラムの大型犬。性格は主人に対して忠実である。非常に物静かでおとなしくおのであるが、 主人や家族に危機が迫ったと感じるという感に立ち向かう勇気は失われていない。この能力はガードドッグとして優秀であるが過剰ではないために家庭圏としても同様に非常に優秀な素質となり子犬の内からしつけをしておくことで忍耐強く優しい犬に育つ。見知らぬ犬や人に対しては素っ気ない態度をとる場合もあるが有効性があり家族に対しては 非常にフレンドリーなため、一般家庭でも飼育は十分可能であり、実際に日本でも子供がいる家庭で多く愛育されている。とはいえ、短粉種のためにいびきが大きい場合がある。マスティフ経験種でありながら、普段はイングリッシュマスティフやナポリタンマスティフのようによだれは垂らさない。子犬の時から家族で協力してしっかりとしたしつけを行っておくことで良き家族の 一因となれる。運動量は、徒歩での引き運動が主体で、強制的で激しい運動は特に必要ない。かかりやすい病気は、大型犬ではよく見られる、股関節形成不全、目の周りのシワが眼球を圧迫して起こりやすい、緑内障や、稀にではあるが、異年点、内分泌系の障害などがある。また、個体差はあるものの退職官の場合には、肥満になりやすいので、 食事の管理には留意すべきである。ありがとうございます。